こんにちは、速稼塾の久保です。今回松潤さんからね、相川七瀬さんの紹介をいただきまして、私なりにですね、なんかこうあんまり関係ないんですけども、ふっと頭をよぎったことがあったんでお話していこうかと思うんですよ。で、私みたいな昭和生まれだと、あの頃は名曲がたくさん生まれていたなっていうふうに思い出すことがあるんですよね。そして最近の曲は大した曲ないよねと、10年後とか20年後に残るような、そんなね、まあ、素晴らしい曲ってもう平成とか令和の時代にはないんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですよね。でもこれをですね、なんかロジカルに分析してみると、そんなことはないなっていうことに気づくんですよ。で、まずね、今回はなんでね、昔の曲は良かった、ひいてはですね、昔の漫画とか映画は面白かった、最近はあんまり面白くないよね、ヒット曲出てないよね、名作出てないよねっていうふうになっちゃうのか、これをですね、考察してみたんですけども、例えばね、昔の映画と今の映画、昔の名曲と今の名曲、昔の、まあ、作品と今の作品を比較するときって、昔の作品ってヒットしたものばっかり覚えてますよね。で、昔は昔でもダサくってあったんですよ。それこそね、話題にも上らないし、低評価の嵐みたいなね。で、インターネットもないんで、相当話題にならないと私たちの耳には入らなかったんですよ。そういう意味で言うと、やっぱり昭和の時代、たくさんの映画なり曲なり芸能人なり出来事があったんだけども、すごくね、ヒットしたものしか私たちは覚えてないんですよね。そのすごくヒットして覚えてるものと現在生み出されていたものを比較するもんだから、だから昔の方が良かったっていうふうに私はね、勘違いしてるんだろうなっていうふうに思うのが一つなんですよ。で、もう一つはね、もっと深刻な問題です。最近鬼滅の刃ってアニメがすごくヒットしていて、ものすごい成績を出してるらしいんですけど、私未だに見てないんですよね。いや、そればかりか、ここ数年とか十数年に生まれてきたアニメ映画とかね、それから新曲とか全く意識を向けてないんですよ。だから未だに、まあ最近は言ってないんですけども、例えばね、カラオケに行く時に歌うのって、多分私が20代の頃にまで歌っていた、知っていた曲ばっかりだと思うんですよ。ここ5年間の新曲って私全然思い出さないですね。わかんないですね。ということでね、なんで昔の方が良かったって思うのかってことですけども、そもそも昔のデータしかこの頭に入ってないんですよ。だから最近のものがないんで、最近のものの評価のしようがないんですよね。で、しかもそれをですね、妙なノスタルジーと妙な個人的主観とですね、組み合わせて昔の方が良かったんだと、俺たちの青春時代の方が今の青春時代よりも輝いていたんだっていうふうに結びつけがちなんですよね。この自己肯定感がきっとですね、昔はいっぱいいいのがあったけども、最近はなんかね、線が細いよねとか印象に残らないよねっていうふうな理論に結びつけられていってしまったんだろうなと思います。多分私が10代とか20代の時も、当時の40代50代の人にそのように思われてたんでしょうね、きっとね。戦後の頃の昭和の活気は良かった、三丁目の夕日の時代っての知ってるかっていうふうに冷ややかに思われていたのかもしれないなと思いまして、そうすると今の10代の子ってのも30年後に私たちと同じように昔を振り返って懐かしむのかなと思っちゃいますよね。まあでもね、相川七瀬さんはね、すごくね、私もね、思い入れがありまして、ここ何年かでいうと、広島ではですね、アラフォーアイドルっていうのがいるんですよ。40代を中心としたアイドルユニットなんですけども、これがね、悪女時代っていうんですよ。紅白を狙う悪女時代っていう、そんなチームで、私もね、メンバーさんに何人かお知り合いがいるんですけども、いやー、このね、悪女時代のなんか宣伝ポスターを書いているというかね、書いているというのの中にキャッチコピー書いているのが相川七瀬さんなんですよね。だから相川七瀬さんも同じ年代のアイドル活動をしている広島の悪女時代さんにエールを送ってるんだろうなってところで、ちょっとね、私印象があるんですよね。あとやっぱりね、私が20代の頃にカラオケに行くと、まだ昔の話ですけどもね、同年代の、女の子で、まあ相川七瀬さん歌ってる人多かったですよね。で、あとね、ここ10年ぐらいのことですけども、私みたいな年代の男がキャバクラに行くと、女の子が気を使ってね、知らねえだろうみたいな気がするんですけども、相川七瀬とかね、歌ってくれるんですよね。しかも上手なんですよ。客商売だなと思いましたね。はい、本日は以上でございます。またメッセージ送ってください。松潤さん、これからもよろしくお願いします。そして2月28日21時から焼肉ガチンコ男塾、
こちらのね、オンライン焼肉の方もよろしかったらちょっと気にしておいてください。では、いってらっしゃい。